よし、じゃあ始めるぞ。このコースはパワーとスピードが鍵になるぞ。力強く駆け抜けろ。頼んだぜ、俺のゴーレムタイガー。地元では負け知らずだったらしい挑戦者、カムロ町でも勝ち続けられるのか。注目のカズマくんは青レーンだ。みんなスタンバイしているな。出遅れるなよ。それではレースを開始するぜ。レディーゴー。スロットルだ。アクセル全開、猛烈な追い上げだ。飛び出しそうだ。すごい挙動でレースへ戻る。このままではコースアウトしてしまう。ギリギリのところで耐え抜いた。このままこのまま私勝つ。嵐の前のスパーッとバンジキュッソ。タイミング、おっと、カズマ君の視野がマシンへやってしまった。こんなはずでは。なんと、ここでカズマ君がコースアウト。勝者はご覧の通りだ。熱い声援ありがとう。くそ、なんということだ。始めるぞ。このコースはマシンの強さがはっきり出るぞ。足元を救われるなよ。頼んだぜ、俺のゴーレムタイガー。地元では負け知らずだったらしい挑戦者。注目のカズマくんは赤レーンだ。みんなスタンバイしているな。出遅れるなよ。みんな位置につけ。レディーゴー。勢いよく飛び出した。今何が起こるかわからないのがポケサーだ。あっと、レディー行くぜ。あ、やってしまった。こんなはずでは。なんと、ここでカズマ君がコースアウト。残念こらえて。検討するもここでリタイア。勝者はご覧の通りだ。あ、よし、じゃあ始めるぞ。このコースは注目のカズマくんは緑レーンだ。みんなスタンバイしているな。出遅れるなよ。それではレースを開始するぜ。レディーゴー。勢いよく飛び出した。無理やー。崩れている。大丈夫なのか。ものすごい粘りを見せた。これはスロットルだ。スロットルでコースを駆け抜ける。調子いいな。現在首位。この順位を崩して、あーっと、カズマ君の気合がマシンへ伝ってやってしまった。こんなは
んだ。コースアウト。勝利を逃してしまった。勝者はご覧の通りだ。熱い声援ありがとう。くそ。よし、じゃあ始めるぞ。このコースはマシンの頼んだぜ。俺の挑戦者の目、注目のカズマくんは赤レーンだ。みんなスタンバイしているな。出遅れるなよ。それではレースを開始するぜ。レディーゴー。ゴー。勢いよく飛び出した。いい調子だ。足元を救われるなよ。クリア。スロットルだ。この加速に全てをかける。トップを走り続けている。レースも後半戦に突入。このまま勝つぜ。勝ち切った。飛び出るかと思われたが、気合でコースに舞い戻る。首位でゴール。俺の勝ちだ。熱い走りをありがとう。勝者はカズマくんだ。おめでとう。俺の勝ちだ。また参加してくれよな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。よし、じゃあ始めるぞ。コースアウトするレーサーが多いのがこのコース。みんな対策はしてるかな。このコースの主役は何といっても急カーブだ。気を抜くと一発でコースアウトするぞ。頼んだぜ。俺のゴーレムタイガー。
カズマくんのライバル、注目のカズマくんは青レーンだ。みんなスタンバイしているな。出遅れるなよ。みんな位置につけ。勢いよく飛び出した。飛び出す。スロットルだ。おっと、マンチキューッだ。このあーっと、体勢が崩れている。大丈夫なのか。すごい挙動でレースで戻る。カズマの知恵がマシンへ伝わっているようだ。やってしまった。こんなパスではカズマがコースアウト。これは悔しい。勝者はご覧の通りだ。あっ、くそ、なんということだ。何？何？
Ha ha ha!
ああ、その目つきが気に食わねえ。後悔する。
ちょうだいよ、お金。何なんだ。気に食わぬ。何なんだ。
ちょっと下がら。その顔が気に食わぬ。後悔。強そうだな。後悔するなよ。
そこのお前、お前死ぬぞこれ。何なんだ。
この店は何時から開くんだ？誰？店ならまだ準備中だよ。立花不動産の話を聞きに来たんだが、あんたここの店の？店長だけど、もしかして人生一家の人？人生一家？なんだ、違うのかよ。おい、ちょっと。少しだけ話を聞かせてくれないか。あんた、立花不動産にこのビルから追い出されそうなんだろう。なんなの、あんた。さっき言ってた人生一家ってのは？東上会の四次団体でこの店のケツ持ちしてたヤクザ。毎月きっちりみかじめ料を取ってたくせによ、立花不動産に追い払われちまって。極道が仇相手に退いた。ああ、呆れたもんだよ。このビルの他の店はもう立花不動産に立ち退かされたのか？ある時急に立花不動産が来て、このビルのオーナーになったから全員出てけってさ。中には立花不動産って聞いただけで店閉めるやつもいて、残ってんのはもううちだけ。あんた家族で店に住んでるのか？住む場所別にする余裕なんてないからね。神さんはビルに住み着いてるホームレスが怖いって奥から出てこなくなったよ。連中よこしたのも立花不動産の嫌がらせ。ホームレスにビルの中で小便させたり、大声をあめかせたり、不審火まで出しやがる。立花不動産の人間も毎日来るのか？最近来るのは無言電話だけ。夜通し何百回ってかかってくるよ。誰だ？なんで急に。どうしよう、五六人はいる。生瀬さん、立花不動産です。入れてやってくれねえか。連中と話してみたい。安心しろ、何があっても俺が守ってやる。分かった。小田さん。どうも、生瀬さん。どうすか、立ち退きの件考えてくれました？
うちは出ていきませんよ。そうは言ってもこのビルはもううちがオーナーになってるわけだし、勝手な都合を並べて居座られちゃ困っちゃうんだよな。だからって毎日毎日嫌がらせしやがって、うちには赤ん坊だっているんだぞ。見ない顔だけど、そちらさんは。ねえ生瀬さん、こんなヤクザに頼ると後が怖いですよ。あいにく俺は仇の人間だが、この店の用心棒と思ってくれていい。用心棒？誰に対してのです？橘不動産って仇ずらしたヤクザだ。別に部外者が何言おうが構いませんが、まあそれより今日はちょっと預かってきたもんがありましてね。これ人生一家の親分さんからです。何それ？今まで生瀬さんが人生一家に取られたみかじめ料、月3万の3年分に色つけて200万、生瀬さんの代わりに取り返しておきましたよ。極道から金を取り立てたあんたらがか。200万。それとうちの社長から気持ちとしてプラス200万、お子さんのミルク代にもう200万かな。ねえ生瀬さん、もうこれで手打ちましょうよ。早いとここのビルから出てっちゃもらえませんかね。金の問題じゃねえ。俺はな、勝手な理屈で弱いもんの人生好きにできるってあんたらのその態度が気に食わねえんだよ。綺麗事はよしましょうや生瀬さん。もうこれ以上ごねてもあんたのもらいは増えませんから。あ？見えすぎた芝居しやがって。金の問題じゃなかったら何の問題だ。こら！何か？あんたにはあの鳴き声が聞こえねえのか。子供の前で親の顔にさっさば叩きつけるのが橘不動産のやり方か。そちらさんも人様に説教垂れるほど真っ当な人間には見えませんがね。まあいいでしょう。生瀬さんにはこちらの誠意が通じたと見えますし。何勝手なこと言ってんだ。生瀬さん、今夜あたりお電話いただけそうですね。いいお返事を期待していますよ。今時こんな街で妙な正義感匂わせちゃ命が危ないよ、お兄さん。お遊びはほどほどにしないとね。あんた、この店閉めて出ていくのか？出てけと言われてさっさと出てった連中はバカだ。辛抱を重ねりゃこういうボーナスが出てくるってのによ。あんた、さっきまでいた他のホームレス仲間はどうしたんだ？
もうここでの仕事は済んだってさ、次のとこに移されてったよ。次のとこ？どこだ？さあね、いろいろだよ。立花さんとこは手広くやってるから。どういう連中なんだ、立花不動産ってのは。何が目的か知らんけど、あそこに関わんのはやめときな。あの人たちはカムロ町の闇だよ。闇？俺から見りゃヤクザなんかよりよっぽど怖い。カムロ町中に目と耳を張り巡らせてるから、相手がヤクザだろうが弱み見つけ出してすぐに金玉握っちまう。人生一家もその手で追い払われたってわけか。聞いた話じゃ、人生一家の組長この間東条海本家から指詰めさせられたらしいよ。何？本家への上納金ちょろまかしてんのが匿名で作られてね。もっとも作られたのはそのほんの一部、全部ぶちまけられたら組長絶対殺されるっていう。なるほど、立花が小出しにチクって脅しをかけたってことか。別に俺は立花さんとこがやったなんて一言も言ってないよ。ただヤクザのそんな弱み探り出せるのあそこ以外にはまずないだろうけどね。俺があとあんたに言ってやれるのは、立花からは手ぇ引けって忠告くらいだね。いろいろしたいことあるんじゃない？社長さん、社長さん、一緒にホテル行きましょう。どうか。ちょっと。おい、金出せ。後悔するなよ。
ジで勘弁してください。立花不動産のおかげで思いがけねえボーナスが入った。こりゃ酒盛りでもしねえとダメだよな。ああ、今日くらい嫌なこと忘れてパーッと飲みてえよな。あんたらに話聞かせてもらいたいんだが。お？ああ別にいいけど。何？そうだな、酒でも入れりゃ滑らかに喋れるってもんだ。あんた話聞きてえってんならちっとばかし酒を都合してきてくんねえかな。ああそいつはありがたいね。ずいぶん流暢に喋ってるように聞こえるが。ラーメンラーメン連年ラーメン。わかった、酒を持ってくればいいんだな。ただその前に一つだけ聞かせてくれ。あんたらの中で立花不動産と仕事をしたことがあるってやつは。なるほど、飲ませがいがありそうだな、あんたらには。酒なら何でもいいってわけじゃねえからな。俺らにも選ぶ権利ってもんがあるんだ。それぞれの好みに合った酒じゃねえと口は滑らかにならねえんじゃないかな。
そこは適当に合わせ。気に食わぬ目障り。目障り。
帰りたいですよね。外部より内がいいですよ。おいお兄さん、こちらの新人入ったんですよ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。本物のダンスを見せてやるぜ。何？いや。ん？え？何？さて、一丁決めてくるか。
って人だ。楽しんでもらえたか？クールに決めてやるぜ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
こは適当に合わせといてさ。あいつ、ちょっとお前、おお、その目つきが気に食わねえ。何なんだ。
I sing for you. バカみたい子供I sing for you. バカみたい子供なのね。夢を追って傷ついて、嘘が下手なくせに笑えない笑顔。
イズてめえ殴るわ。どうかって一切ね。おお、そこは適当に合わせといてさ。